ムアンチャイアプウム軍は、タイ東北部、チャイアプウム県にある軍。同県の県庁所在地でもある。チャイアプウムとは、勝利の地を意味する。プラヤーパックディーチュムポーンアユタヤオ朝時代、チャイアプウムは、ナコーンラーチャシーマー県の領域にあった。1817年ナーイレイという人物が、メコン川を越えて、人々を率いて、現在のナコーンチャシーマー県に移住してきた。 その2年後、ナーイレイは再度現在のチャイアプームから6キロほど離れたところに移住した。この時、ビエンチャン王国のアヌオンオは、ラーマ三世に頼み、ナーイレイに、クンパックディーチュムポンという名を賜らせた。その3年後、ナーイレイは再び移住し、現在のチャイアプームに居座った。この後、ナアイレイは、ラーマ三世に基準し、完全に、 アヌオンを帰り見ることがなくなった。このため、ナーイレイは、プライーパックディーチュムポンに昇格し、彼の移住した町も、ナコオンラーチャシーマーから切り離されムアンチャイアプーム、という名前を賜った。1826年、プライーパックディーチュムポンは、ラーマ三世に対して、反乱を起こしたアヌオンと戦う。この時、プライーパックディチュムポンは死亡した。後に、 ラーマ5世が着利改革を行った時、チャイアプームはモントン・ナコーン・ラーチャ・シーマーに編入された。地位側が形成した大地にあり、市内の重要な水源は地位側である。北部には山岳地帯が広がる。またタートトーン国立公園、プーレーンカー国立公園が群内にある。交通は道路が南北に通っており、南に C 級方面。 北に、チュムペイ方面とつながっている。国道2159号線が、北西に向かって出ており、ノオンブアデーン方面とつながっている。国道225号線が西に向かって伸びており、ナコーンサワン方面と通じている。国道202号線が東に向かって伸びており、プラタイ方面と通じている。軍内の主要な産業は、農業で、米、タピオカ、砂糖キビ。 パラゴムの木、果物などが生産されている。市は19のタムボンに分かれ、さらにその階に216の村がある。自治体があり、以下のようになっている。また、群内には18のタムボン行政体がある。タムボンライムアン、タムボンロープムアン、タムボンポーントーン、タムボンナーファイ、タムボンバーンカイ、タムボンクットトン、タムボンチーローン、タムボンバーンラオ。 タムボンナーシアオ、タムボンノーンナーセン。タムボンラートヤイ、タムボンノーンパイ、タムボンターヒンゴーム、タムボンフワイトーン、タムボンフワイボーン、タムボンノーンサムラーン、タムボンコークスーン、タムボンブンクラー、タムボンサップシートーン。ありがとうございます。